こんにちは、やすみりんです。トイです。さて、本日はお庭の DIY 第2弾、ここの水道周りをきれいにしたいと思います。今からここをきれいにしますよ。本日も現場監督お願いします。水道を使うとそのまま土に水が流れるようになっているので、この辺りをきれいにしていきたいと思います。使う材料はこの石です。ホームセンターで買ってきました。 1,2,3,4,5,6,7 小粒の石を10キロ分7個と、こちら大粒の石を3袋買ってきました。頑張るぞ。おう、だいたい50センチぐらい穴を掘り進めました。で、周りも、穴の周りも少し整えました。今からここをきれいにしていきます。今から流木で水回りを縁取っていきます。お、監督のトイさんが来た。穴に興味津々やないと。さっき初めての穴掘りしたよね。一緒に暮らして10年ぐらい経つけど初めて見たよ、俺が穴掘りしてるとこ。トイだって私が穴掘りしてるとこ初めて見たもんね。お互い様だよね。よ、うん、バッチリ。めっちゃこらえてるじゃん。せっかく綺麗な、しかも治ってないやん。なんで隙間つくん。性格の雑さが出てる。もう手に来んなよ。ひどい。完璧。全然完璧じゃないよ。トイが気になってしょう。トイ、穴落ちたら大変だからやめときな。大変ってほどでもないけど。トイレが大変だよ。トイレが大変だよ。後でお風呂入りに行けます。今からホームセンターで買ってきた砕石を掘った穴に埋めていきます。重いです。10キロ。よし、20キロ。よし、20キロ。10キロにしちゃ重いなと思ったんだ。こっちが10キロ。そう、はい。ではこの20キロの砕石をこちら掘った穴に入れていきまーす。一袋プラス二袋目、2/3ぐらい入れました。穴がなくなっちゃったよ。なんで？全部入っとるわ。このガーデングラベルという石を敷き詰めていきます。みーちゃん完全に邪魔なんだけど。どこをね、さすがに。DIY 第2弾、水回りをきれいにしました。ビフォアはここの部分がもう全部
土のまんまだったんですけど、それを掘って周りを流木で敷き詰めて穴に砕石を入れて、その後この綺麗な石を敷き詰めました。前はそのまま土に水がいっちゃったので、使った後ドロッドロになっちゃって大変だったんですけど、それで機能的にもアップしました。サップを洗うのとか、お庭バーベキューの洗い物とか、これでやりやすくなると思います。ありがとうございました。